2021年3月25日撮影。草間の完結霊勢は、岡山県新見市総館にある、カルスト地形由来の霊勢である。国指定の天然記念物指定。草間の完結冷泉岡山市草間の完結、冷泉の位置高橋川の支流、佐武市川の右岸にある石灰岩の岩壁下にある、小穴から湧き出る冷勢で、地元では潮滝と呼ばれている。 降雨の少ない時期には通常ほとんど枯れているが、4時間から10時間の周期で地下水が突然に流出を始め、約9分後に毎秒約10リットルの最大流量に達する。その後は次第に流量を減じ、約50分で元に戻る。雨の多い時期には2.5から3.5時間の周期となるが、激しい湧き出しが終わった後も次の湧き出しまで毎秒。 1>, 1から2リットルの流出が続く。雨が非常に多い時には、完結性が数日間にわたって見られなくなり、毎秒4リットル程度以上の地下水の流出が続く。地下水の総流出量は約13立方メートルで、水温は約摂氏12度である。石灰岩中の相当奥に小空洞があり、地下水が一定量溜まると、裁本の原理によって流出すると考えられている。 なお、間欠泉は熱水あるいはガスを多量に含んだ温水が突発的に湧く型のものを、間欠冷泉は再本構造によって地下水が湧くものを呼ぶもので、両者は流出のメカニズムが全く異なる。間欠冷泉は他に国内に4カ所があるが、具法のいっぱい水は1972年以降、活動を休止している。草間の間欠冷泉はこれらのうちで、 最も完結の定期性が強く、教科書的な裁本構造を有しているものと考えられている。左、有出時右、停止時。1995年5月31日撮影。岡山県道3 2 5号、若代報告停車乗船沿いにある入り口。2021年3月25日撮影。サブシ川の完結冷戦への渡河地点。 2021年3月25日撮影。草間の完結、冷静の国指定天然記念物石碑、上部は欠損している。2021年3月25日撮影。ありがとうございます。